TV です。今回はですね、前回やりました黒ひげ危機一発ゲーム、黒ひげではなくてマシュマロをこの中に入れて飛ばして食べることができたら勝ちゲームをやったんです。だから第2弾、ちょっと難しく鈴カステラ。これマシュマロよりもちょっとね、重量感が、マシュマロはね、この辺まで飛んだの、この辺まで飛ばないと予想してるんです。いきます、ポコリーン、いきますよ。はい、今ね、難しいんで気をつけて、自分のところにちょっとこう持っていきましょう。でもコツね、そうそうそう、全く予想できないわ。できない、どのぐらい飛ぶのか。おーい、いきます。いや、遅いと思うよ。いや、そうなんだよ、もしかして首ないから。出ます。空気あったよ。さっきのだけは楽しいよ。いきます、いきますよ。くそーね、君たちね、剣選びから間違ってる。えじゃあ何の剣選ぶんだよ。俺この剣何だと思った。あるん、せーの、いきますよ。脱落。くそー、確かにこれいける気がする。あれ、いきます。ああ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 あ、お、4テンポもいいよ。プロの顔つきに行く。おい、行きます。当たんない。攻め攻め、攻め、自分なりのね、すぐ来るからね、上に。惜しい、惜しい。あ、もうだいぶ待ってるよ。せーの、近づける。そう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 、うーん、はい、よし。よし、はい。ほにゃ、ほにゃ、ほにゃ、ほにゃ。すげえ。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン。きれい。成功するときは見える。普通に鈴カステラ食うより5倍うまい。というわけで鈴カステラバージョンでも結構飛ぶから楽しめるということが分かりました。ぜひ皆さんもね、会社の昼休みや彼女と彼氏と遊んでる時に、なんかつまんないな、なんかやることないなっていう時にね、ぜひやってもらいたいと思います。それではチャンネル登録お願いいたします。お願いします。彼女だったら盛り上がるよ。